自然のベンチで小休憩。せっかくなのでペコアズにとある質問をしてみましたよ。え、ペコアラから言っていい？ペコアラはもうアズちゃんの第一印象はもう歌の人だ。もうなんだ、胃の中に最初いたペコじゃん。 あれペコアラがデビューした時だよね。リップしてくれたの、うん、あの好きに呼んでいいよみたいな、アズちゃんって呼んでいいかねって言ってくれたのが、うん、歌の上手いのお姉さんがリップくれたっていう感じでっていう歌の人やっていうので、うん、今は歌の印象は普通にまあそりゃあるしけど、すごい頼りになるお姉さん、なんだろう、ペコアラが結構困ってると、うん、なんかすぐ助けてくれるというか、ペコちゃん、なんか切り抜きでこれ見たよ、これおすすめだよとか、まあ、びっくりしたの。え、めっちゃ嬉しいし、マジかと思って、え、アツちゃん、え、何者っていうぐらいにすごい頼りになるし、いいお姉さんだなって思ってます、ペコアラは。ありがとうございます。いやー、あずき、本当に、ペコちゃんのことが大好きです、ちょっと厄介リスナーがちょっと告白始まったぞって泣いてたんじゃないのこれ。最初のペコちゃんのあずきからの印象は、うん、初配信でラップしてた。あ、そう、印象残すためにねペコラップを披露しましたよ。ペコラップがすごい印象的でよかった、印象残った。いや、そう、何でもチャレンジする子が来たぞ、うんうんうん、みたいな。あずきもこうホロメンのいろんな配信見る中で、うんうん、やっぱりこうゲームをなんか楽しんでるペコちゃんを見てるのがめっちゃ好き。嬉しいで、よくそう配信を見てたら、まあ、ただの野ウサギとなりいや、マジ助かる、お世話されてるのかなみたいな。今日もさ、互いにさ花粉症とかでさ、ティッシュとかあるじゃん。で、アズちゃんがもう普通にさささっとなんか袋、うん、コンビニの袋みたいなのさ、うん、出して、うん、これにゴミ入れていいからねみたいなお姉さんじゃん、なにこの気遣いうまいお姉さんはって、世話されてるよペコちゃんはって思うぐらい。このやっぱ数年間活動してきてね、もうね、うん、3年とか4年とかなってきて、うん、やっぱ配信にこう愚直なペコちゃんの姿を見てるのがすごい、あずきは元気をもらっているし、嬉しい。もうそう、だから単純にもうノウサギとしてノウサギとしてで、本当にペコちゃんのことがなんかより好きになったなっていうのと、嬉しいな。なんか一回フコラボをペコちゃん家に行かせてもらったじゃないですか。作ったよね、料理ね。そうそうそう、料理一緒に作った時があって、うんうん、あの日コラボ終わった後に、うんうん、夜な夜な話したの覚えてる？あ、覚えてる覚えてる、テレビの前でのそうでしょ。あれがあずき印象に残ってて、思って活動してるとか普段話せないことを、うんうん、なんか話したりして、あ、ペコちゃんって真面目やいや、これからも普通に、うん、そのペコちゃんの活動も頑張ってほしいし、なんかもっとペコちゃんが、うん、なんか外に連れてって、なんか一緒になんかもっといろんなこと経験したいなみたいな。うわー、嬉しい。それペコラまで外出ねえから引っ張り出してくれないと引っ張り出してますけど、思っていたりします。嬉しいね。はい。